はいどうも、なおちんです。さあ今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も装備を取りに行きますね。今日取る装備ですけども、これ、グラインド系の下ですね。グラインドブーツかな、それをゲットしに行きます。場所ですけども、ここにあります。ここ小さくするとここだね。で、ここにあるんだけども、あの上の部分なんだよな。飛んでいかないといけません。で、ここにロケットが結構あるので、このロケットを、そうね、上に何個かつけて、で、横に何個かつける感じなのかな。とりあえずセットしてから出発してみましょう。それでは出発しましょうか。他のロケットに当たるとダメなので、弓撃っていこう。あー、なるほどね。いや、これむずいな。これちょっとむずいぞ。ならば、ちょっとまた、方向をちょっと気にしないといかんね。こんな感じか？いけ！落ちちゃった！これ一つ一ついける？あ、うわ！ああ！今度は大丈夫かな？よし！あれ、ちょっと待って。で、これで斜めに飛んだらどうだろう。これでどう？いけ！いやー、厳しい。分かってきた。これね、左右を安定させながら、使わないやつはくっつけずに飛ばすといいんだな。オッケー。あと上に1回と前に1回でいいか。いや、届く？これ、届くか。あ、いや、いったいったいった。十分十分十分な高さだ。オッケー、安定するかな。おお、危ねえ。オッケー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 。どうだ。よし、到着。やっと着いた。よし、では早速飛び降りてみましょうか。多分難しいんでしょ、最後。まあ、ここが最後かどうかはわかんないけど。では行ってみまーす。どんな感じだ。あ、すっごいやりやすくなってる、この装備で。あ、装備で全然違うわ、これ。こんなにも動きやすいか。動きやす。これ全身装備したらやばいね。楽勝。んで、ここは祝福かな？やだな。マジか。戦わないといけないのね。よし、行くぞ。あ、あ、武器あった。ちょっと待って。見えにくい、ここ。こっち見えるでしょ。OK。いけ。よし。いや、これ何体かいる。上にいるね。しゃ。OK、倒した。よし。盾がない。よし、OK、倒した、倒した。暗いところやりにくい。
それでは飛び込みの儀行ってみましょうか。やります。装備揃ってるんで大丈夫でしょう。もう一発目から25秒以内を目指しちゃいましょうよ。はい、まずはここね。ほんと動きやすい。全然違うもんね、操作性が。オッケーオッケー、いいよいいよ。あー、まあまあまあ、こんなもんか。19秒ぐらいで行きたかったけど。で、グライドタイツか、ブーツじゃなかった、タイツね。で、そして大きなゾナウエネルギー。はい、ということで今日はこの装備、グライドタイツをゲットしました。3つ装備するともう動きが全然違うでしょうね。うん、この装備は絶対持っておくべきやつだと思います。うわー、なんだこれ多分動きはね、相当良くなってるはずなのよ。うん、おそらくね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。